インと紙幣とコルクを使います。コルクの周りに紙幣を巻きつけます。この袋の中にコインを入れます。コインは4枚使います。1枚ずつ入れてきます。1枚、2枚、3枚、4枚、軽く叩くとコインが1枚貫通します。残りは3枚です。もう一回いきます。1枚、2枚、3枚、軽く叩くと1枚貫通します。残りは2枚です。もう一回いきます。1枚、2枚、軽く叩くと1枚貫通します。残りは1枚です。最後の1枚は胸のポケットに入れます。ポケットから取って投げ入れると最後の1枚が貫通します。皆さん、このワゴンを、外して調べてみてください。コインを4枚調べてください。